世界の誕生の時、創造主は美しく輝く一つの星を使い、この世界を創造した。次に創造主は聖なる天秤の力を用い、双子の女神を生み出し、世界の命運を象徴する創世歴を彼女たちに託した。数多くの生命が生まれ、自らの居場所を見つけた世界の住人たちは幸せに暮らしていった。幾千万年の時が過ぎ、創世歴は最後のページに近づいていた。新たな暦の制定が必要となるが、そこで二人の女神の意見は分かれてしまう。矛盾、争い、対立、論争はついに戦争へと発展してしまった。大戦の中で力の源となる聖なる天秤の場所を知った一方の女神は、天秤のバランスを崩してしまう。拮抗していた力は傾き、女神の力は世界の各地に散っていった。力を失い、争いに敗れた女神は残った力を使い、忠誠を尽くす精霊たちを逃がすことに成功する。そして最後の力を使い果たした女神は地上へ落ちてゆくのだった。大戦から15年、一人の冒険者が船に乗られていた。依頼により島を訪れたこの日は、壮大な冒険の始まりとなるのだ。こちらを案内しますね。何かしら。にゃん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 。かわいい。どこから来たの。
おじさんの家はもうすぐだよ。あれ、他の人もいるみたいだね。抵抗はおやめなさい。私はあなたが思うような悪人ではないわ。じゃあ俺の客がここに寝転んでるのはどうしてだ。
始めましょうか。心配しないで。これからだんだん分かるようになるよ。貴様が選んだものが…ぐわっちいな。これで潰してやる。潰せ潰せ。イニシエのジェリーよ、俺らの召喚に応えよ。うん、俺らの恐ろしさを思い知れ、ちっちゃな星ちゃんよ。こっちに来れば。
また会おう、さらばだ。守り抜くぞ。
め、奴を倒せ。許さない。大地の前、スターバースト。この子は私たちの新しい仲間だよ。これから戦いをサポートしてくれるよ。様々な種族が暮らす世界、you
やるぜ。長い間私たちを困らせてるの。おじいちゃんきっと喜ぶわよ。向こうに行ってみましょう。向こうは任せます。
アジトの外で合流しよう。おう、これをやろう。試着してみた。潜入作戦の開始だ。こいつで強盗の目を盗むんだ。よし、一つ目だ。次も方法を知ってるぞ。偽の宝石を用意した。盗賊ってバカだな。そろそろ着くぜ。念のため盗賊服を使え。後で木っ端みじんにしてやる。早くここを離れよう。連中をぶち飛ばせ。せい、これ、やっ、せい、これ、やっ、せい、やっ、準備はそろそろ終わる。合わせろ。やつらの修行をボコボコにしてやれ。はあ、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 はあ
の修復は任せな。お前は爆発音の原因を探せ。Thank you.
方ですね。冒険だ。頼みます。
力が戻った。